さあ行きましょう早速、はいはい、じゃあノブ君、今日のプレゼントはもし言いたくない人みんな言わんでるんで変ないかがしいものとかでまあ言いたい人は言いましょう言いたい人は言いましょう、はい、この中身は、はい、これはね缶ビールをビールサーバーに入れて飲んだ時のように入れる素晴らしい素晴らしい。これは欲しいな。ブリッジヴァンガード。ねえ、これは欲しい一品でございます。さあ、抽選をお願いします。ドン！おみくじ。ドン！さあ。大吉。大吉。はい、3番。3番の人。大当たり。甘い飲まない。残念な結果です。非常に高いんだな。お願いします。ドン。リーダー。15番の方。15番。さあ嬉しそうにやってまいりました。出演者がやってまいりました。いや出演者もお客さんです。オッケー、オッケー。出演者もお客さん今日は。お金の代わりにチョコレートを食べる。素晴らしい。これは貯金箱に入れて食べる、うん、いいね。おめでとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。もう一回チャンスがあるんですね、平成大将軍の、大将です。将軍です。あ、何ですか。これは、ミニツリー、ピンクのミニツリーと、あの、下げるクリスマスオーナメントと、来年のカレンダーで。これは欲しい。さあ、さあ、頼むから姫野に当たるな。これ下ですか。はい。6番でーす。6番。6番。おや、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 これ女子に当たらへんかった。女子に当たって本当によかった。さて次はパフー。パフさんね、もう常連となりましたけども、それは何ですかこれは。これね、僕が欲しかった CD です。クリスマス CD。ああいいな。昔の名曲がたくさんある。欲しい。欲しい。おめでとうございます。ありがとう。素晴らしい。いやいやいや、なんかすごい効果もやめてな。あ、姫野に当たるな。16番。来ました。いただきましたね。ありがとうございます。オーバーザレインボー。いや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 、ね、雰囲気はありますね。ちょっと初めてのファーストアルバム。惜しい。素晴らしい。惜しい。よかった。お、ナオキの。まあ中身だろ。ああ、なるほどね。お楽しみだね。いやいやいや、ナオキの。ナオキ選手。じゃあ、オッケー。さ。そこはもう工場ゴール。18番。来たー、やったー。まあこれはね、いや、よかったよかった。伊藤君、後でサインしてあげて。あー、いい。サイン、サイン。はい、なんと、なんと、なんと、セブンも。クリスマスライブ、なんと、なかなか自分では買えない今すぐできるチョコレートフォンデュセット。チョコレート食べたい。チョコレートフォンデュセット。
チョコ2枚入ってるぜ。板チョコ2枚ついてるぜ。本当に今この場でできるよ。はいはいはい、素晴らしい。とりあえず素晴らしい。はい。なあ。さあ。名前、性別、年齢、いいです。いや、いいんです、いいです。今日は裏紙なんで。はい。13番すみません。伊藤直樹、伊藤直樹ね、こう見えて甘いもん好きなんです。シンプルに当たってほしいんですけど、あのベタなんですが、赤ワインです。おお、素晴らしい。さあ、聞いていただきましょう。おみくじ。1番めっちゃ運良くなって欲しい。お金持ってないのにお店持ちました。すげえね。ちょっとカード下もついてくるみたいな。オッケー、じゃあ行きましょうか。はい、オッケー、さあ見ていただきましょう。ドン、じゃじゃん。10番。オッケー、もう最高。さあ、行け。じゃあ、2番です。2番。オーケー、素晴らしい。ワインです。スパークリングワインパーティー。ラストの写真にお待ちください。今日ゲストにいますわ。これお風呂グッズです。僕もあの赤ワインです。毎年僕あの赤ワインをギガーショップで買ってくるんですけど、最近美味しい赤ワインをつけましたね。リーズナブルで、でもおすすめの赤ワインです。銘柄、カルロロッシ。カルロロッシ、すいません。いやそれの17番。やらせの匂いがすごい。何その盛り上がりよ、お前ら。ステージなんか見ましたね。もう本当にもう素晴らしいステージを見せていただきまして、もう感動しましたね。本格ミュージシャン。もうほんまにこれもう見てると自分したくなくなってくるよ。そうなんですよ。もう最後もう自分の声関係なく応援したいっていうか参加したいっていうかね。うん、そうそう、そっから最後。このポロッポーっていうのが生まれましたけどね。2011年はポロッポーを募集しましたけどね。来年はポロッポー続きますよ。続きますか、ね、また別の鍵を考えたいと思います、ね、じゃあまだ来年もね、2011年12年もよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあこれで終わるんですけど、視聴者の皆さん一応ステージに上がってもらえますか。あのビデオ撮ってるんで、まあ、記念撮影します。まあ一旦な締めましょう。そうですね。じゃあ、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。